ヘンリー銃、ヘンリー連発銃は、1850年代後半に、ベンジャミン・タイラー・ヘンリーが開発した、レバーアクションライフルである。M1860 ヘンリー銃、ヘンリー銃は、後に、スミスウェッソンを設立するホーレス・スミスと、ダニエル・ウェッソンの二人が、同社設立前に開発した、ボルカニック銃を改良したもので、 1860年にニューヘイブンアームズ社発のレバーアクションライフル M1860 ヘンリーライフルとして発売された。25グレインの火薬とそれを上回る216グレインの弾丸を備えた銅製のリムファイヤ弾を装填する。この小銃は1862年の夏頃から10月までの間に900丁が製造され。 1864年までに1月、あたりの生産数は290兆に達した。1866年の生産終了時までに約1万4000兆が製造された。南北戦争中、正式装備ではないのにもかかわらず、ヘンリー銃は多くの北軍兵士に用いられていた。その多くは、慈悲にて購入されたもので、 まさしく用いれば1分間に28発もの銃弾を発射できる。この新中製の銃を日々節約することで手に入れられた兵士は、それが自らの生き残る助けになると信じていた。それらは通常の不評体よりも、むしろ石膏や三兵、人形側面の守備兵及び奇襲部隊にて頻繁に使用された。前装銃を装備していた。 南軍兵士たちはこの火力に優れた16連発銃に直面すると北部野郎の銃は日曜日に弾を込めれば一週間ずっと撃てるのかいまいましいと驚愕するに至ったまたごく少数のヘンリー銃は南部軍によって露覚され低い水準の火使用されたがこの銃を支給された兵士たちの中でもごくわずかしか その特殊な弾薬の補給手段を持ち合わせておらず、南部同盟側での大々的な使用は、ほぼ不可能ではあったが、それでもこの銃は少なくとも15もの南軍部隊の一部にて、使用されたのが知られている。これらの部隊には、ルイジアナ、テキサス、バージニアの各機兵隊や、アメリカ連合国のジェファーソン・デイビス大統領の個人ボディーガードも含まれていた。 1866年にニューヘブン・アームズ社は、ウィンチェスター社に吸収合併され、ヘンリー・ライフルは、改良型のウィンチェスター M1866 に、製造ラインを譲る形で、製造中止となった。M1860 ヘンリー・ライフルと M1866、イエローボーイヘンリー1のレシーバー解放状態の、レシーバーと装填レバーとトグルジョイント解放状態の、 装填スリーブとヘンリー平等弾3発と、44WCF 弾ヘンリー銃は26の28グレインの黒色火薬の44後継弾を使用した。このことで、スペンサー銃など同時代の他の連発銃と比較して、初速とエネルギーが著しく低かった。レバーを下げると薬室から空薬莢が排出され、撃鉄が起こされた。 断層内のスプリングは次の弾を薬室に送り込み、レバーを元の位置に戻すと、薬室後部が閉じて、ライフル銃が発射可能な状態になる。このライフル銃は設計上それほど安全な武器ではなかった。使用中でない時には、ヘンリー銃の撃鉄は起こしておくか実砲の円に当てておくかしかなかった。前者の場合、ライフル銃には安全装置がないので、 発射可能状態であったし、後者の場合には露出している、撃鉄ハンマーの後部に衝撃が与えられると、薬室内の弾が発射される可能性があった。断層は16発を装填可能なチューブマガジン上だが、スプリングで弾丸を抑えるストッパーの移動用に、チューブ下部へカーテンレール状の溝が走っているため、断層は完全には密閉されておらず、 ここから、汚れが機関部へ入る恐れが高かった。弾丸の装填はストッパーを押し上げた後に、スライドさせて装填口を露出させ、前方より行うが、これは、途中球団に不便な構造であった。ヘンリー銃のレプリカイタリアのウベルティファイアーアームズ社が、M1860 ヘンリーライフルのほぼ完璧な、コピーモデルを生産しているが、オリジナルと同一の光景ではなく、 44から40ウィンチェスターや44ロングコルトといった後継に変更され、ネイビーアームズ社を通して市場に出回っている。また、1973年にアイバージョンソン社を買収し、USM-1 カービンの商用モデルを生産していた、ルイス・インペラートは1993年に新たな再現ブランドである、 ヘンリー・リピーティング・アームズ社の名の下、インペラートの生まれ故郷であるニューヨークのブルックリンに22口径ライフルを生産する工場を設立しているが、このメーカーで生産されている、レバーアクション式銃はこの項目で説明されている、南北戦争時のものではなく、後のマーリン銃に類するものである。多くの西部劇の映画とテレビ番組にて、M92 や、 M73、M94 といった、ウィンチェスター射製のライフルが、フォアエンドを外された上で、ヘンリー銃として扱われているのが参見できる。通常、これらの銃は、ガンマニアの間では、ハリウッドヘンリーと呼ばれ、グレゴリー・ペック主演の映画、レッド・ムーンなどで使われているのを確認でき、劇中のいくつかの場面において、ヘンリー銃には存在しない。 ウィンチェスター中特有の装填口を鮮明に目にすることができる。ありがとうございます。